西宮浜石畳の南端のポイント、風裏にはっきりとなるかなと思ってましたが、やや斜めから吹いてます。多少マシな程度です。エビ巻き釣りが2人頑張っております。湾岸線の下付近です。エビ巻き釣り早い時間に大物バラシあり、両肩羽根鈴木あたりでしょう。なんとかもう一発お願いしたいです。エビ巻き釣り、深瀬釣りの方もいらっしゃいます。ジョーカーはこれから一発来てほしいです。風はやっぱりないことはないですけど、多少はやっぱ、マシですね。斜め後ろからなんで、ここはなんとか竿が出せてます。